光と闇、秩序と混沌、そして剣と魔法の入り混じる世界があった。伝説的な英雄と世紀末的な怪物が激しくぶつかり合う世界。今まさに世界の攻防は彼ら選ばれた者たちの手に委ねられようとしていた。だがそんな英雄物語は彼らに任せておけばよいのだ。世界の大半の人間には英雄も怪物も関係ない。自分たちにできることをやり、今日を平和に生きることができれば、皆それで満足なのだから。ジグザール王国の首都ザールブルグ。この町には錬金術師を目指す者が通う大きなアカデミーがあります。ここの学生は皆優秀で、町の人たちからも一目置かれていました。けれどもそんな中に一人の落ちこぼれの生徒がいました。創立以来最低の成績を記録したと噂される、そんな彼女の名前はマルローネ、通称マリー。落第の危機に瀕した彼女にはとある特別試験のために一件の工房が与えられました。マリーに与えられた試験というのは5年をかけて錬金術で立派な道具を作ること。とはいえいきなりうまくいくはずもなく、やっぱりまた失敗。そう簡単にはいきません。彼女が立派な錬金術師になる日は果たして来るのでしょうか。よくお聞きなさい。あなたの今までの成績はアカデミー創立以来過去最低よ。あなたもよくわかっているでしょうけど、このままではあなたは卒業できないわ。そこであなたには特別な試験を行います。マルローネ、あなたに5年という時間と店を1軒、それからわずかですが銀貨を与えます。5年後に何か一つあなたの作った作品を持っていらっしゃる。それを見て能力を判断します。評価に値するものなら卒業を認めます。でももしつまらないものを持ってきた時は、分かっているわね。参ったな。
マリンがお店を開いたって聞いたからお祝いに来たのよ。素敵な。ありがとう。でもこのお店借り物なんだ、卒業試験用の。それでマリーは何を作るの？一応このお店魔法の道具屋だから薬とか。特に決まっているわけじゃないのね。でも薬というのはいいと思うわ。そうか、シアは昔からちょっと体が弱かったもんね。そのことなんだけどね。ううん、なんでもないの。それじゃあ頑張って。私も応援してるわ。困った時は飛翔艇に行くといいわよ。大丈夫かい、お姉さん。よそ見してるとぶつかるよ。この店狭いから。ごめんなさい、こういうところは来たことがなくて。でも怖そうな人じゃなくてよかったわ。俺はルーベン、ただの冒険者さ。冒険者？そう、宝探しとか怪物退治とか誰かの護衛とかして一攫千金を狙ってる連中のことさ。この酒場はね、冒険者が親父から仕事をもらうか、町の外に同行してくれるやつを見つけるか、壁の張り紙を見るとかして情報を売るところなんだ。ただのさ、あんたも町の外に行くことがあったら付き合ってやるぜ。もっとも金次第だけどな。俺以外にも冒険者はたくさんいるけど、俺ほど護衛費が安いやつは他にはいないぜ。今は町の外に行くことはないからいいわ。また今度ね。そん時はよろしく。おっと、用事があったんだ。それじゃ。これだけあるな。どの仕事にする？それか、できないレベルじゃねえだろうが、どうする？それじゃよろしく頼むぜ。期日に遅れたらその分だけ報酬が減るから気をつけな。一つにつき銀貨100枚だ。依頼の報酬が銀貨じゃなくて別の品になることもあるんだ。たまにだけどな。
探し物から怪物退治まで、困った時は飛翔艇まで。薬を買いに来るの。でもなかなか体が良くならないのよ。あらマリー、どうした？いいわよ。役に立つかどうかわからないけど。あら、いらっしゃい。材料から調合器具まで、ここならアカデミーで必要なものはほとんど揃う。どうしようかな。これでいい？これでいい？これでいい？ありがとう。
で決まりでしょう。頼んだ仕事は終わったか。よしよし、ほらよ、報酬だ。今のところこれだけあるな。どの仕事にする？それじゃよろしく頼むぜ。期日に遅れたらその分だけ報酬が減るから気をつけな。これはまだ終わってないけど、一つにつき銀貨100枚だ。ストルデルの滝を知ってるか。東の大地にあるでかい滝だ。あそこにな、怪物がいるんだ。つむじ風の親分みたいなやつでな、今冒険者を募って退治させようと思ってるんだ。仕事は終わったか。今のところこれだけあるな。どのし、それならどうしようかな。それじゃ、よしよし、ほらよ、これはまだ。おじさんもたまには一人で飲みたい時もあるのさ。ごめんよ。この先は越見室だ。今日
許可が下りて。どうしようかな。頼んだ仕事は終わったか。よしよし、ほらよ、報酬だ。一つにつき銀貨100枚だ。数ヶ月に一度騎士団がザールブルクの周りの怪物たちを退治して回る仕事があるんだ。その後しばらくは町の外も安全だ。外に行くならその時がチャンスだな。え、私？どこに行っても酒場って冒険者しかいないね。え、私？ごめん、また今度ね。どうした、俺に用事か。すまない、先約があってね。ん、俺になんか用かい。他にすることもないし、金にもなるから。何か用かな、お嬢さん。お嬢さんに付き合うほどわしは安い男じゃないのでな。お顔はだ。
成績順位、首席、クライス。私は、最下位だ。何も起こらないといいけど。さーて、いろいろ探すわよ。
光と闇、秩序と混沌、そして剣と魔法の入り混じる世界があった。伝説的な英雄と世紀末的な怪物が激しくぶつかり合う世界。今まさに世界の攻防は彼ら選ばれた者たちの手に委ねられようとしていた。だがそんな英雄物語は彼らに任せておけばよいのだ。世界の大半の人間には英雄も怪物も関係ない。自分たちにできることをやり、今日を平和に生きることができれば、皆それで満足なのだから。よくお聞きなさい。あなたの今までの成績はアカデミー創立以来過去最低よ。あなたもよくわかっているでしょうけど、このままではあなたは卒業できないわ。そこであなたには特別な試験を行います。まるまるあなたに5年という時間と2001件、5年後に何か一つあなたの作った作品を持っていらっしゃる。それを評価に値するものなら卒業を認めます。でも、もしつまらないものを持ってきたときは、分かっているわね。夢か。まいったな。はい、どなた？あら、シアじゃない。どうしたの？マリーがお店を開いたって聞いたからお祝いに来たのよ。素敵なお店ね。ありがとう。でもこのお店借り物なんだ、卒業試験用の。それでマリーは何を作るの？一応このお店魔法の道具屋だから薬とか。特に決まっているわけじゃないのね。でも薬というのはいいと思うわ。そうか、シアは昔からちょっと体が弱かったもんね。そのことなんだけどね。ううん、なんでもないの。それじゃあ頑張って。私も応援してるわ。困った時は飛翔艇に行くといいわよ。大丈夫かい、お姉さん。よそ見してるとぶつかるよ。この店狭いから。ごめんなさい、こういうところは来たことがなくて。でも怖そうな人じゃなくてよかったわ。俺はルーベン、ただの冒険者さ。冒険者？そう、宝探しとか怪物退治とか誰かの護衛とかして一攫千金を狙ってる連中のことさ。この酒場はね、冒険者が親父から仕事をもらうか、町の外に同行してくれるやつを見つけるか、壁の張り紙を見るとかして情報を売るところなんだ。ただの酒。あんたも町の外に行くことがあったら付き合ってやるぜ。もっとも金次第だけどな。俺以外にも冒険者はたくさんいるけど、俺ほど護衛費が安いやつは他にはいないぜ。今は町の外に行くことはないからいいわ。また今度ね。そん時はよろしく。おっと、用事があったんだ。それじゃ。何の用だ？今のところこれだけあるな。どの仕事にする？それじゃよろしく頼むぜ。期日に遅れたらその分だけ報酬が減るから気をつけな。頼んだ仕事は終わったか？
っていろいろ探すわよ。冒険者を雇いたいなら毎日酒場に顔を出すことだね。他にすることもないし。何か用かな。お嬢さんに付き合うほどわしは安い。頼んだ仕事は終わったか。よしよし、ほらよ、報酬だ。何の用だ。今のところこれだけあるな。どの仕事にする。それじゃよろしく。それじゃよろしく頼むぜ。期日に遅れた。頼んだ仕事は終わったか。これはまだ終わった。これはまだ。一つにつき銀貨100枚だ。依頼の報酬が銀貨じゃなくて別の品になることもあるんだ。たまにだ。あら、いらっしゃい。材料から調合器具まで、ここなら。どうしようかな。この先は謁見室だ。許可が下りていないものをこの先へ通すわけにはいかない。はあ。どうした？俺に用事か？俺の名前はハレッシュって言うんだ。よろしくな。私に何か言おうか。悪いな。どこに行こうかな。あら、これは。何かいるよ。
これでどうだ。いろいろ探すわよ。